正直絶対いらんくない。マジで俺いらんと思うわ、はっきり言うけど。そんなんやったらマジで優秀な外国人選手連れてきてほしいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとね、衝撃の記事というか、ちょっとほんまかいなっていうような、あの記事がね、ありまして、それについてちょっとね、あの僕の見解っていうのをお話しさせていただこうかなというふうに思ってます。じゃあどんなあの記事だったのかというところなんですけど、どこが書いた記事やねんって話なんですが、T 岡田選手とか、あのソフトバンクの笠谷投手とか、日本ハムの堀投手なんかをジャイアンツが狙ってるっていうね、記事をちょっと見まして、ほんまどこの、記事なんやろっていうところはあるんだけど、それがマジでほんまなんやったら、マジで正直いらんと思うし、まあちょっとね、それを不要やと思う、まあ理由なんかもちょっとお話していこうかなというふうにまず思ってますと。はい、まず T 岡田選手なんですけど、まず36歳ね。で、まあそのオリックス一筋と。で、まあ非常に、まあホームラン王も取ったことあるみたいな感じで記事では書かれてたんですけど、まあそれはね、ものすごくすごいことだと思ってます。ただ、どこ守んのって、マジで。おそらくファースト専門やんか。ファーストしか守れへんやんか。で、ファースト誰守ってるって、ジャイアンツ。カズマやんか。どう考えても、カズマの方が上やんか、正直ね。うん。で、なんかバッティングはね、確かに点取れてないから、なんとかしたいっていう思いがあるんだと思うんですけど、まあ正直言ってね、今の成績なんかを見てっても、まあ今年3試合しか出てないんですよ、1軍で。で、5打数0安打で0割0分0厘ね。で、2軍でも24試合で1割3分8厘で、1ホームラン2打点、OPS454 よ。誰が取んねんって。で、ましてやこの記事はトレードっていう記事なんで、この岡田選手、T 岡田選手を取るために、ジャイアンツの他の選手を出すっていう記事なんでね。じゃあ誰出すねんって。で、その記事で書いてあったのは、聖夜さんとかね、松原聖夜選手とか、重信選手っていうのが非常にこう、他球団から人気だ、みたいな問い合わせがすごくあるっていうような記事が書いてあったんですけど、いやいや、さすがに T 岡田と松原聖夜、重信さん出さんやろ、いらんやろ、正直言うとね。うん、その悪い選手って言ってるわけじゃないよ。うん、ジャイアンツにとってじゃあ全体的に見たらいるかって、いらないでしょと。うん、ちょっとねこれは信憑性に欠けるんちゃうかなっていうふうに思いますと。で、二人目の笠谷投手なんですけど、まあ27歳でね、まあ一軍登板今年はまだしてないと。で、二軍で11試合投げてまして、7先発、11試合の中の7回先発しておりまして、防御率が 1.80 で、2勝2敗で、セーブもありまして、先発以外の言うたら4試合は中継ぎでも回ってるんですね。で、1セーブで、ウィップが 1.24 っていうところになってます。まあ、その、笠谷投手は非常に、いい投手っていうのは僕もね、印象にあるんですけども、やっぱり、ソフトバンクの巨大戦力の中でなかなか埋もれてしまってると。まあ、高橋礼投手とかとね、同じようなパターンじゃないかなっていうふうに思うんですけど、じゃあ、もし笠谷投手を取ったとして、どこで使うって。今、2軍でね、先発で7登板やってるんで、まあ、おそらく先発になるんだと思うんですけど、で、ね、ジャイアンツの現状っていうのは、昨日ね、グリフィンがやってくれたじゃないですか。マジでいいピッチングしてくれたじゃないですか。戻ってきたじゃないですか。うん。っていうのもあるんで、いるかって、マジで僕は、なんかちょっと疑問符というか、いらんやろっていう感じはしてるんですよね。で、まあ、リリーフというところも、まあ、その、ジャイアンツオフにめっちゃ補強したじゃないですか。で、結局、馬場投手とか、まだ、近藤投手とか、まだ一軍で投げてない。馬場投手はちょっと投げたかな。うん、まだ近藤投手が投げてないっていうのがあるんで、まあ、そこを使ってからやろっていうのは僕あるんでね。そういったところで、笠谷投手も、まあ、非常に実力者ではあると思うんですけど、じゃあ、いるかというか、ほんまに喉から手が出るほどいるかって言われたら、僕はそうじゃないかな、そうではないと思うんですよね。で、3人目の堀投手も、まあ、日本ハムでね、
26歳で、まあ今年1軍で3試合投げてまして、防御率が 18.00、 ウィップ 3.00、 なんか満塁ホームラン打たれたんかな確かね、オリックス戦かなんかで、うん、で 2軍では16試合で防御率が 1.80 で、1勝0敗とで、ウィップに関しては 0.67 っていうところですごく優秀なんですよね。まあ堀投手も2年前ぐらいに最優秀中継ぎのね賞を取ってるというところで、非常にいいピッチャーなのはみんな知ってますと。でただ最近ちょっとまあコントロールやってるとか、球の速さも多分結構なんか落ちてるような感じするんですよね。で僕も別に日本ハムとかパリーグ詳しいわけじゃないんで、そんなめちゃくちゃ見てるわけじゃないんですけど、結構荒れてるっていう感じは印象はあるんですよね。でまあ間違いなく中継ぎじゃないですか、もし取ったとしてもね。でじゃあ今高梨、大江、ね、バルノナード、中川さんももうそろそろ帰ってくるっていう風になってくると、とってもどうなのって。確かに、まあ、いいピッチャーはいればいるほどいいんだけど、そこまでめちゃくちゃいるかって言ったら、僕はそうじゃないんじゃ、そうじゃないと思うんで、まあ結局この T 岡田、笠谷、堀ね、全員正味あんまりいらんなっていう感じはしてるんですよね。じゃあ小山は誰取ってきてほしいのってとこなんですけど、もう外国人ですね。もう外国人一択ですね。はい。で、まあ、去年バルドナード取りましたと、シーズン途中で、確か6月か7月か、そんなぐらい暑いか、暑かった時だと思うんですよ。で、すごく、めちゃくちゃやってくれてますと。今年も大勢の代わりに守護神やってくれてますと。で、ヘルナンデスね。ヘルナンデスも今年途中から取ってきて、めちゃくちゃ救世主になってますと。っていうところで、ジャイアンツ、ちょっと僕の中でのなんか、ジンクス的なものあるんですけど、途中から取ってくる外国人の方がスカウティング上手い説みたいなところが、僕の中であるんで、だったら外国人取ってこいよと。うん。まあおそらく、まあ吉村さんとか、外国人をね、補強するスカウトの方とか、今大忙しというかめちゃくちゃ探してると思うんですよね。でなんかネット上ではなんかビエラがクビになったからビエラ取るんちゃうかとか言うんですけど、まあそれはないやろうなっていう感じはするし、取ってくるんやったら新しい外国人だろうなっていうふうに思ってますと。でまあ野手に関して言えば、もう一人ねいい打者いたらめちゃくちゃ層熱くなるんだけど、やっぱりセリーグなんでね、ジャイアンツは。ポジションだと思うんですよ。どこで出るかってとこなんですよね。うん。だから、今、外野見てても、まあ、レフト、でも、外野手二人外国人すんのもね、ちょっと怖いっていうのもあるんで、ちょっとね、で、萩尾選手が今ちょっと良かったりするから、そういったところで、どこで使うんだろうって、内野もきついじゃないですか。で、ファーストもカズマが守ってるんでね。で、坂本さん休養時に、サードカズマにして、ファースト、をね、誰か、新しいやつにするっていうところも、じゃあ取ってきてんのに、休養時だけかいっていう話にもなるんで、そこをね、ポジションっていう問題がね、結構ね、深刻というか、難しいところかなというふうに思いますと。じゃあ、ピッチャーどうなのって、僕、ピッチャーが取ってきた方がいいと思うんですよ。で、今、グリフィンが復活してくれたんで、まあ、先発が非常に揃ってきてると。山崎より戸郷、菅野、で、グリフィン。で、メンデスがまたもたもたしてるでしょ。で、ハルトとかも今いいし、その辺が良くなってきてるから、結構先発の駒はね、結構マジで揃ってきてるんで、いいと思うんでね。うん。そういったところで、まあ、中継ぎもう一人ね、いたらいいかなっていう感じはするんだけど、やっぱりコントロール悪いピッチャーっていうのはマジで取ってほしくないし、まあ、球は速い方がいいし、絶対空振り取れるボールがあった方がいいんだけど、結局ね、さっき言ったビエラとか、今まで取ってきた外国人の、まあ、ビーリーとか、なんかいろいろいたじゃないですか、正直ね、去年とかも。やけど、結局コントロール悪いじゃないですか。で、結局コントロール悪くて、お気に入った球打たれて、みたいな感じじゃないですか。うん、溜めて、ドン、みたいな。溜めて解放。溜めて解放みたいなね。すいません。みたいな感じで、やられるから、だから結局、まあ、バッターとかもね、今ヘルナンデスとかも、なんかホームランが出えへんみたいな言われてるけど、結局率も3割5分ぐらい打ってるやんか。うんで、評価されてるやんか。頭使ってやってるっていうの。だから、まあ、実際、まあ、そらホームラン打ってくれて、率も残してくれて、打点も稼いでくれて、それが一番ベストなの、わかるんだけど、野手で言ったらね。だけど、そんなんてなかなか難しいし、で、今ね、今年ホームランとかも結構少なくなっているから、野手でもね、ヘルナンデスみたいな、コンパクトに振っていく選手が活躍してると思うし、
で、ピッチャーも、球は速かっても、空振り取れても、やっぱゾーン内に投げれへんやったら、阿部監督またか、プッチン切れてまうんでね。はい。そういったところで、まあ、その僕は日本人選手よりも外国人選手を取ってきてほしいんだけど、外国人選手もやっぱりある程度、ピッチャーであれば制球力。うん。で、バッターであれば対応力っていうところが、優れてるね。まあ、バッターちょっと厳しいかな。うん。ポジションの関係があるから、うん、厳しいと思うけど、やっぱピッチャーね、うん、もう一人ぐらい中継ぎね、取ってきてくれたら、もう一人ぐらいバルドナード級のやつがいたら、マジでエグいやろなっていう感じはあるんで、まあ、そこまでのピッチャーってなかなか見つからんと思うんだけど、ちょっと7月までね、期限があるんでね、そこのジャイアンツの動きっていうところも注目していきたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでね、今日はね、まあ、トレードというところ、まあ、どこの記事やねんって話なんですけど、見ていきました。まあ実際、まあ聖夜さんとか、しげさんにめちゃくちゃこう問い合わせが来てるっていうところは、正直何年も前から言われてる話であって、まあ実際ね、まあしげさんとかは今一軍出て守備固めに出たりとか、まあしてるんで、まあね、活路っていうのはあると思うんですけど、まあ、聖夜さんの場合ね、開幕戦かな、いい感じでヒット打って、タイムリー打って、今年やるかもしれんと思ってたんだけど、まあ、今日の2軍戦も見てたけど、チャンスで2回凡退っていうのをしてるんで、じゃあどうなのって。でも、松原のその才能、聖夜の才能というところを見てると、やっぱり出したくないなっていうのも、ジャイアンツの本音としてはあると思うんで、もしかしたら環境を変えた方が活躍するかもしれないんだけど、その聖夜さんを出す代わりに、その、ね、聖夜さん以上に活躍してくれるような選手というのを取ってこないと、やっぱりね、割に合わないと思うんで、そこっていうのは難しいところだと思うし、だったら僕は外国人のピッチャー、もう一人中継ぎね、連れてきたら、まあ、これ強くなるんちゃうかっていう感じはしてるんで、そこにちょっと期待していたいなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。